こんにちはお肉です今回新たに NiziU の公式さんの方からちょっとお知らせがありましてちょっとそちらを読もうと思います日頃より NiziU の温かい応援とご支援を賜り誠にありがとうございます NiziU メンバーまゆかの新型コロナウイルス感染症の陽性判定を受けまして他のメンバー8名も検査を実施しましたところまや、あやか、ミーヒーなの新型コロナウイルス感染症陽性が確認されました つきましてはこちらの4人のメンバーにつきましても保健所の指導のもと一定期間療養および経過観察いたしますなお出演が予定されておりました夏季のテレビ番組についてやむなく出演を見送らせていただくこととなりました 8月18日日本テレビ系列すすっきりとということでですねメンバーの半分ぐらいの人数の子が陽性判定を受けてしまってなんか私が今一番心配していることはなんかメンバーがすごい負担に感じてないかなっていうふうに思ってて今ねこういう時期でも,うもちろんコロナがめちゃめちゃね本当に全国で増えていてもうすごいことになってるじゃないですか本当にね最近かかられた方も多分これ見てる方でもいらっしゃると思うし今までかかられた方もいらっしゃると思うし本当に感染拡大してきてるから でも NiziU は何より私たちに会うのを楽しみにしてくれてたから何より気をつけてたと思うんですけどそれでも。 こうなっちゃうっていうのが、この今の時期だから、そういう時期なんだなっていうふうに思うので、もうね、何より、そのメンバーがきっと、うん、負担に感じちゃってるだろうなっていうふうに思ってて、でも、多分その、まゆかちゃんの陽性判定を受けて、今回受けてるっていうことなので、症状とかはないのかなっていうふうに個人的には思ってるので、本当にメンバーの体調が第一だから、もちろんテレビ番組とかは出れないのも,もちろんだし、 私は先ほどのね動画でも言ったんですけどクラップクラップっていうものを 20日に発売するのが決まっててもちろんね、みんながみんなね、どういう気持ちで過ごしたらいいかなって思われてる方もいると思うんですけど、それでも私は楽しくみんなと NiziU が好きなのを共有できるようなチャンネルにしたいなっていうふうに思うし、今ね、ちょうど本当は NiziU と YOSHIKI さんのリアルゴールドの動画についてちょうど編集をしていたところだったので、そちらをね、楽しくみんなと共有したいなっていうふうに思ったので、そちらは出すと思いますし、この後のね、SONGS さんもあるんですけど、そちらについても私は 私は。 うん、そこは二重が頑張って収録してくれて楽しみにねしてくれてる人のためにやってくれていることだと思うからこれからも配信はしようかなと思いますただ本当にねこういうことが起きるといろんな意見が飛び交うと思うんですけど二重にはもうもちろんもう20が悪いことなんて今のところ一つもないしそれはみんな同じだと思うんですけどこういう時だからこそ20にも優しい世界でいたいなっていうふうに思うから、まあ、周りが辛かったら助け、助け合いたいなって思うし そんな感じで本日もご視聴ありがとうございました。また次の動画も見てください。それでは。